だ。おはようございます。6月17日第298回ポゴナカワイアニマルラジオになります。今日は北海道に来ててね。どこ？今ハルくんを抱っこしながら撮っている感じです。今定山渓っていうところにいて、まあ生き物はねほんと温度関係なくて、昔ヒグマ牧場みたいなのがあったみたいなんですけどね、まあいろいろあってなくなってしまったということで、まあとても残念なあれなんですけど、ね、どうもやっぱりこの辺はクマが出るということで、ね、よいしょ、ね、どんなあれなのかわかんないですけど、まあ自然がいっぱいなところでゆっくりできていいのかなと思います。お、なんだこれ、クワガタだね。ハルくん、クワガタが死んでる。今ちょっと見てたらね、クワガタのメスがね頭だけになってるんですけど、まだ動いてて、だ今鳥かなんかにやられたんでしょうね。北海道もクワガタがいるんですかね。ちょっと僕はよくわからないんでその辺は、なんか関東で見かけない虫がいっぱいその辺を歩いていますね。話がそれましたが、今回の写真はね、ツイッターの方に載せたソマリアリクガメの、多分国内初繁殖個体のファーストロットの時だと思いますね。あ、ミヤマクワガタなんですね。ミヤマがいる、ミヤマかこれ。そう、そのファーストロットの時の個体をの中でちょっといいのを某、有名爬虫類ショップさんに行った時にね、店長がいいよ持ってってって言うんで持って帰った、かなりかっこいい個体でした。まあ、ちょっとねあれでダメにしてしまって今はもううちにいないんですけどね、すごい綺麗な個体で、本当模様がね普通の標本とは全く違うよねって話で感動した記憶があります。で現在ね見てるとそんなような個体っていうのもなかなか出てきてないんで、まあどういう事情なのかちょっとわからないんですけどね。またこういう個体が出てきたら僕は飼いたいなと思ってるんで、楽しみに待っているんですけど、なかなか出てこない感じです。リクガメもね好きは好きで、まあもともとねリクガメの方が最初に飼って、ロシア、インドで今アルダブラゾウガメがまだいてっていう感じで、ほとんどゾウガメ、リクガメいなくなってしまったんですけど、まあ、好きなのはね間違いないですね。だから今後また、ね、そういうリクガメを何か飼うことがあるのかもしれないし、本当はねオウムヒラセがちょっと欲しいなって思ってるんですけどね。オウムヒラセは高いんでね、そして飼育して増やした人が聞くとね、いや全然普通に簡単ですよって話を聞くんですけど、なんか昔の話を聞いてるとねちょっと恐れ多くて、そして金額的にも僕のね金額じゃなかなか手が出ないんでね買えないなとは思っていますけど、まあ今欲しいとしたらオウムヒラセと、あとはこのソマリアかなっていう感じですね。まあいつかちょっと飼うことができたらいいなと思っています。リクガメはねやっぱりちょっとやっぱり場所を取るんでね、ゾウガメもやっぱり一番広いスペースでうち飼ってるんですけど、まあそれでもちょっと狭いよねっていう感じです。なんでね、リクガメ飼うっていうことは、まあ、水ガメを飼うよりさらに大変なのかなと思いながら飼育している感じですね。ただやっぱりね慣れるしかっこいいしっていうね、で陸にカメがいるんだよねってすごい面白いですよね。ハコガメとかももちろん陸に上がってきてるんですけど、じゃなくて完全陸生のカメっていうねすごい魅力を感じる。そして世界的にもやっぱ保護されててね、全種類が最低最低2なんで、まあこれからどんどん1に上がってって、多分最後はね陸ガメっていうのはほぼほぼ最低1で、まあ、登録表ついてるもの、国内繁殖もしくは、ちゃんとしたねファーム登録されたところからしか出てこない生き物になってしまうと思います。
なんでね、ぜひ皆さんも今のうちに欲しいリクガメがいたらね、大事に買ってあげてください。ということで今日はこの辺で、終わりにします。もう1日2日、もう2日間楽しませてもらいます。ありがとうございました。